はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録、スーパーサンクス、Discord への参加などなど、本当いろいろありがとうございます。今回はですね、アトミックショップの新商品と、あとはですね、今回のインベーダーズフロムビヨンド2024年11月に追加されたアイテムたち、その辺をね全部ご紹介していこうと思います。今回の動画は Discord のね参加者の皆さんにもだいぶねご協力をいただいております。本当ありがとうございます。じゃあどんどんやっていきましょう。まあまずはですね、おさらいということで公式の告知からね見ていきましょう。まあ公式の告知こんな感じですね。左上の方に11月12日から26って書いてありますが、日本時間だと2024年11月13日から27日の午前1時まで行われる、このねインベーダーズフロムビヨンドでございます。写ってるものね、新しいアイテムですね。これだと名前わかんないので、ちょっとね、後でディスコードでいただいた画像と一緒に皆さんでね、見ていこうと思います。で、続いて、もう一個ですね、エイリアンイベントに合わせて、こちらのですね、アトミックショップ品が追加されました。これもね、どんなものなのかっていうのをね、全部買ってきましたので、皆さんにね、ご紹介していこうと思います。まあ、これは後半ですね。じゃあ、やっていきましょう。じゃあ、まず一つ目、はい。ヌカコーラダークロケットということでね、こんな感じのロケットが実装されたようです。特にね意味はないと思われますね。はい、置物です。ただ個数制限がね、まあそんなにないのかなという感じなんで、たくさん設置していただいてもね全然いいかなと思います。で続いてヌカコーラ、今度クアンタムのロケットですね。クアンタムって真ん中に黄色い文字で書いてある感じです。はい、で続いて次はですね、防護スーツのお話ちょっとだけしましょう。防護スーツこんな感じです。はい、まあ、放射能耐性が非常に高くて、まあ、レベルに合わせていろいろ作れてっていう感じですね。ただ物理ダメージとかはね、エネルギーダメージとかその辺は軽減してくれませんので、まあ、あくまで放射能耐性専用です。で一応外見こんな感じだそうです。まあがっつりなんて言うんだろう、宇宙人のね、なんか UFO 落下地点を探索するような感じの見た目してますけど、こんな感じだそうです。提供ありがとうございました。よく見ると背中側の放射能マークになってますね、黄色い感じ。じゃあ続いて、次はね地球儀のお話です。未来的な地球儀ということでね、こんなのが、まあ、先ほどもねちっちゃく映ってましたけど実装されたようです。なんとねこれなんかくるくる回るそうです。くるくる、こっちだったかな、うん、まあ、くるくる回る。なのでね、見かけた方はぜひ回していただけるとねいいんじゃないかなと思います。で続いて、今一瞬映りましたがエイリアンの長椅子ですね。椅子、はい、まあ、普通じゃんと思うかもしれませんがね、問題はねここから、長椅子のねともう一個エイリアンのソファーがあるんだけど、これぶっちゃけねどっちがどっちなのってのがね正直見分けがつかないんですが、これね、これ長椅子、これソファー、長椅子、ソファー、まあ、正直私もね全然見分けつかないんですけども、見分けついた方はですね動画でこの辺が違うっていうのをねぜひ教えていただきたいですよ。ガチでわかんない、これ大きさ、実物だと大きさ違うんですかね、全然わかんない。これわかる人はね、これここが違うよってぜひコメントで書いてください。まあわからない人はね、わからないってコメント書いていただいても大丈夫です。その時は私と一緒ですね。じゃあ次、ヌカチェリーのロケットということで、さっきのロケットの置物の続きですね。はい、こんなのもあるそうです。で最後、ヌカグレープのロケットですね。こんなのも、実装されたようです。あ、ちなみにここまでで紹介したのは全部新しいインベーダーズフロムビヨンドの報酬ですのでね、画像で言うと、こちらですね、まあ、こちらの画像に映ってるもの、今思うとなんか1、2個抜けたような気もしますがね、ちょっと今回のね設計図の今までの報酬にプラスして追加されたものなので、どうしてもね確率的に、まあ、入手がしづらいものですのでね、まあその辺はご了承ください。じゃあ提供ありがとうございました。続いてここからはね、私が実際に買ったこれらのねアイテムをご紹介していきましょう。で、まあ、先ほどからね後ろにもちゃんと、まあ、映っているんですが、まあ、何かと申しますと、よいしょ、まず一つ目、フュージョンエミッタージェネレーター核融合って書いてありますが、はっきり言うと、まあ、普通の発電機ですね。発電機リソース容量は、まあ、デフォルトと同じ100ですね。はい、なので、まあそんなに極端にすごいわけじゃないんですが、100。お、イベント始まっちゃった。まあそれはいいや。で、あと、ダークエイリアンの箱。エイリアンの自動販売機。で、バーダントエイリアンの睡眠チャンバー。チェインバーかな、本当は。チャンバーと、あと、フラットウズモンスターのロー人形ですね。はい。こんなものが実装されてます。まあ具体的にちょっと一個一個やっていきましょう。まあ発電機は発電機ですね、そのまま。で、箱はね、何かというと、特にね、何の機能もございません。何一つ機能はございません。まあ、すり抜けたりはできないんでね、こうやって、まあ、オートアックスとかできると、ちゃんと火花出るんですけど、まあ、それだけですね。あと、自販機、こいつがね、超くせ者です。超くせ者。
で、なんでか、なぜなのかっていうとですね、まあ実はフォールアウトですね、ではですね、自販機がですね、他の人のキャンプにいた時よく見つからないっていう現象があるんですね。まあ具体的にさ、他の自販機は見つかりやすいのよ。他の自販機はね、すごい見つかりやすいの。どこだったかな。あ、これ。これね。まあこれ自販機じゃないですか。これもどう見ても自販機。まあこれもいいでしょう。うん、まあかろうじて商人の店、場所っていうのはわかる。これはね。まあ自販機がどこって悩むことはない。まあこれもね、なんかガソリンスタンドみたいだけど、まあギリわかる。まあこれもいいでしょう。ん?ってね、ここからね、ちょっとちっちゃくなっていって、おっていうね、ちょっと見つけにくいのが出てきますね、これ。まあ、ちっちゃいからちょっとあれなんだよね、ほんとね。まあ、ギリタイプライターよりは、まあ、自販機よりかな、レジっぽいな、ぐらいの感じなんですけど、この辺ね。でも、この辺になってくるとね、嘘やろみたいな外見なんですけど、これね、車やんみたいなね、感じなんですけど、まあ、これはいいと。問題はこいつよ。どう見ても自販機じゃないでしょってね。どう見ても自販機じゃないよっていうね。まあ、ある意味自販機だけど、他のさ、自販機たちとね、こう趣が違いすぎて、これ他の人のキャンプ行った時に全然自販機見つかんないと思うので、まあ、注意してね、いただけるといいかなと思います。で、あとはね、ちょっと飛んで、フラッドゥーズモンスターの蝋人形。これ特徴的なのがですね、どこから見ても目がこっちを向くようになってますね。はい。これ。正面から見たらさ、目が一つになるとか、横から向いたら目が一つになるとかないんだよね。ずっとこっちを向くようにできてます。で、プレイを押すと、ちょっとだけ音が鳴ります。まあ、音楽のせいでほとんど聞こえないかもしれませんが、他の人のキャンプで見つけたらね、やってみてください。ちなみに音はここから出てるっていう設定のようです。まあ、ユーマ UFO の、オブジェっていう感じですね、博物館の。で、問題はここから、皆さん。どっちが今回実装されたものかお分かりになるでしょうか。黒い方と銀ピカの方、どっちでしょう。わかる?正解はね、こっちです。こっちが実装された方。バーダンとエイリアンの睡眠チャンバー、チェインバー。で、エイリアンのカプセル。これは昔からあるやつですね。なので、これの色違いが実装されたって感じ。こう並べてみるとね、色違うなってわかりますね。こっち黒い。なんか黒いマット加工みたいになってて、こっちは普通のむき出しの銀色ですね。で、昔のやつは乗るとどうなるかっていうと、まあ、ベッドですのでね、これね、こんな感じで青い光がわーってなるんですけど、新しい方はどうなるかっていうと、色がね違います。よく見てて、まあ、こんな感じですね。こんな感じで緑色のね、光に包まれるというね、特典がございます。まあ、ぶっちゃけこれが何なのって言われると非常にね、返答に困るんですが、とりあえず、緑色の光に包まれることができますのでね、興味ある方はやってみてください。はい、これでなんかバフが得られるかどうかね、ちょっとわかんないんだけど、もうちょっとだけ待ってみますか。これがベッド扱いだったら、だいたいさ、まあ、少ししたらなんかつくんですけど、ベッド扱いだったかな、これなんかベッドのスロットになかったような、あったような、ニューのタブからね、作ったから、あ、一応ベッド扱いみたいだったみたい。はい、心が通い合っているのを感じるって今出ましたね。で、一応バフの欄を見ていただくと、これかな。これかな?え、経験値すごくない?こんなにすごかったっけ?似た者同士。なんか3時間、経験値 5% なんだけど。これ死んだらさ、死んだらこれ、バフ消えるとかかな。ちょっとやってみましょう。このゲームでよくありがちなのは、このバフすごいじゃんって、これ買おうと思って買ってみてね。買ってキャンプでバフつけてみて、なんか、腹痛状態で死んだらさ、バフが消えるってのはありがちなやつなんですけど、やっぱ消えてますね。ということで、まあ一応経験値プラス 5% のバフが3時間つくんですが、もちろんね、場合によってはちょっと別のバフつくかもしれませんけど、とりあえず試したら今ね、ついたんですが、死んだら消えますのでね、まあ、死ぬことは許されないと思っていただければいいかなと思います。はい。じゃあ今回の動画ね、これで以上となります。いかがだったでしょうか?またよければね、別の動画もぜひご覧ください。ではでは、ありがとうございました。侍2948でした。ぜひディスコードもね、参加してください。